こんにちは。デラブです。今回も名古屋の美味しいご飯屋さんを紹介していきます。まずは池田公園近くの居酒屋に伺いました。店内はカウンター席とテーブル席がありました。完全個室席もあるようでした。メニューはタッチパネルで注文するスタイル。35年以上という長年にわたり日本料理を追求し続けた大将の料理を気軽に楽しめます。旬な食材を使用した料理や定番の居酒屋メニューなどが揃っていました。飲み放題もあり、一人でも利用できたのは嬉しかったです。きんぴらごぼうを注文。甘辛な味付けでごぼうの食感も良かったです。北海道産天然ぶり刺身を注文。脂が乗って美味しいぶりでした。和風ポテトサラダを注文。鰹節がたっぷりで梅も効いたサラダでした。北海道産新鮮マ刺身を注文。脂が乗って口の中でとろけるような食感、癖がなく絶品でした。北海道産新鮮マ塩焼きを注文。身が柔らかく皮まで旨味が感じられました。土瓶蒸しを注文。松茸、エビ、ハモ、銀杏などが入っていました。奥深い味わいで体が温まりました。サンマの刺身で使用した骨を唐揚げにしていただきました。サクサクで食感よく美味しかったです。鶏せせりどて煮を注文。味噌の味が濃く自分好み。せせりも柔らかく煮込まれ美味しかったです。黒毛和牛牛カツを注文。衣が薄いですがカリカリでした。程よく脂が乗ってました。続いてタンメンを食べに伺いました。店内はカウンター席のみ。タンメンが中心ですが一品料理も揃っており、町中華店のようでした。麻婆豆腐を注文。辛みが有挽き肉たっぷりでした。白米と合う濃いめの味付けが良かったです。焼き餃子を注文。焼き加減がよく見た目から美味しいのが伝わってきました。カリッとした食感でジューシーで絶品でした。チャーシュータンメンを注文。コクがありますがあっさり感があるスープでした。チャーシューも程よくジューシーで美味しかったです。麺もスープとよく絡み、野菜の旨味も良いタンメンでした。続いて老舗洋食店に伺いました。店内はテーブル席のみ。店内は昔ながらのレトロな雰囲気。大須に姉妹店があり、こちらが本店のようです。ナポリタンスパゲティを注文。ボリュームは標準より多く感じました。ソーセージ、ピーマン、玉ねぎなど定番の具材が入っていました。味も昔ながらのケチャップ味でした。東京ステーキを注文。肉厚で脂がたっぷり乗ったステーキでした。おじさんには少しきつめでした。ソースが甘みがあり美味しかったです。ジューシーでがっつり食べたい方におすすめです。続いて大須にある人気ラーメン店に伺いました。
店内はカウンター席のみ。人気店ですが運良く並ばずに着席できました。全部のせ魚介つけ麺を注文。魚介の風味がたっぷりのスープでした。具材も肉厚なチャーシューや味玉などがあり、ボリューミーでした。麺はもちもちの太麺でスープとよく絡みました。席に電子コンロがあり、スープをずっと温かいままいただけるのが良かったです。続いて長久手の人気焼肉店の姉妹店に伺いました。店内はテーブル席と個室席がありました。テーブル席も仕切られているので、他人の目線は気にならず、プライベート空間で楽しめました。店内は清潔感があり高級感もありました。長久手の人気焼肉店の姉妹店なので、こちらのお店も人気がありにぎわっていました。老舗精肉問屋が手掛けているので、厳選されたお肉を楽しめました。お酒のメニューも揃っており、美味しいお肉とお酒をたっぷり楽しめました。また個室なので一人でも楽しめました。生タン塩を注文。食感がよくジューシーなタンでした。白菜キムチを注文。辛みもありますが甘みも感じられ、白菜のシャキシャキとした食感も良かったです。和牛赤身極みを注文。肉厚なお肉で脂身が少なくヘルシーでした。野菜がたっぷりなのも良かったです。和牛ロースを注文。見た目にはサシが入っていますが、しつこくなく程よくジューシーで絶品でした。さつまいもフライを注文。箸休めとして注文。甘みもあり食感も良かったです。上ハラミを注文。柔らかく甘みも感じられ美味しかったです。石焼き納豆ビビンバを注文。納豆が入ったビビンバが珍しかったので注文。納豆好きにも嬉しいメニュー。納豆の風味が効いて具沢山で美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。また次回までさようなら。